もこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょう。ラス、はい、今日の動画は何でしょうか。悪魔の実中国語クイズ。ほい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 。はい、ということで1年前、うん、2年前ぐらいにやったこの企画なんですけれど、うん、覚えてますかね。全然覚えてない、うん、やったっけ。やりました、これ。綺麗にお忘れてる、そこだけ。これもリモートでやったのかな。あ、そう。中国語で輝いた悪魔の実を出すので、うん、それが何の実なのかを当ててください、うんうん、ということでございますね。はいはいはい、はい、やっていきましょう。お願いします。はい、ぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いします。一緒のピース楽しんでいきましょう。はい、はい、前回はね、うん、結構簡単めと言いますか、うん、星さんもいたんで、うん、今回そのあまりですからちょっとね、うん、難しめかもしれないですね。あまり簡単じゃないのが残ってる可能性は。じゃあ難しいんだ。じゃあむずいんだね、うん、まあ難しいのもありますけど、まあ簡単ですかね、比較的。はい、うんうんうん、オッケー。ではいきます。はい、まず一つ目、うん、こちら。なんだこれ。うわ、熱量加感。何これ。後ろの二文字は全部につきますからね。何々のみってことです。いや、のみってことでね、はい、のみってことね、この後ろ二つが、うん、あ、じゃあ二つ重ならないんだ。そうです、前回も言ってましたそれ。もうデジャブすぎる。え、あ、この後ろの果実の果とこれがのみってことなんだ。そうです、そうです、そうです。そいつも多分前回言ってますよ。前回も言ってるし、今俺も言ってましたよ、それケイさん。いや、デジャブにデジャブ重ねなくていいのよ。わかった。まあでもこれじゃないの。ではじゃあケイさん。あれ、ちょっと忘れちゃった。熱熱のみ、はい、はいはい。ちょっと待って、ちょっと待って、カタカナが書けなくなりました。やば。あのカタカナのねってこういう字だったっけ。ちょっと分かんなくなっちゃった。やばい熱熱だったか、あの熱々だったかが分かんなくなっちゃって。星キャラじゃないの。じゃあ高橋さん。はい、同じです。オーブンね、熱熱、まあ熱量だから、まあ炎とかじゃないから熱熱なんじゃないかなと思ったね、うん、正解は熱熱のみ。おー、やっぱり正解です。はいはいはい、あ、まあこれはもう日本語だもんね、熱量は。熱々はドンアッチーノです。そうだよ、ケイさん。ドンアッチーノだよ、ケイさん。そいつ誰だっけ。あ、ほぼ熱熱なんじゃないかって言われてる人ですね。そう。はい、では次。はい、行きましょう。こちらです。わ、おお、これは2個続くんだ。でもこれでしょ、多分これは。これあれですか。あれでも違うか、待って、あいつはどうなんだ。いやでもなんか違う気がするんだよな、ちょっと。まあいいや、こっち書いてみよう、うん、はい、じゃあ K さん。バン、クククク飲み。あ、俺それも浮かんだのよ、クククク。バクバクかと思ったんですよ、僕これ。はい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 。なんかでも前回バクバク出た記憶がちょっと蘇ってきたんだけど、なんか違う気がした、うん、では、高橋さん、はい、いや俺はバクバクよ。いや、そう、はいはい、そうなんだよ。バクバク書いた後、クククク浮かんで、でもあれ料理だから、まあでも食べれるしな、どっちだろう。そう。では正解いきます。はい。うん。正解は、クククク飲みです。やったー。すごい。嘘。ちなみにケイさん、前回やってます。うん、ほら、やっぱりやったんだよ、なんか。ちょっと待って。記憶が逃げてきたぞ。飲むっていう。あ、飲み込む方なんですよ。飲み込む方なんですよ。飲み込む方ね。マジでカタカナね、書けない人に絶対負けないから、ね、飲んでんだ、じゃあね、ワポルは噛まずにね。うん、そう。流し目の層。流し目の層やめてもらって。これはいけるかな、はい、こちらです。あーこれ、でも待って、でも2個出てくるよ、2個。まあでもこっちだよな、でも大丈夫だよな。ケイさんゲーム系やっぱ強いですからね。ナムナム選手権もすごかったですからね。いや、そうなのよ、ナムナム選手権、この人なんかプロなんだよね。プロナムナマーだから。いや、ね、そういうのないんだ別に。はい、じゃあケイさん。はい、バーン、おしゅおしゅのみ。へいへい。ちょっと、はい、あのカタカナの書き方、これ今おしゅおしゅって俺言ってるけど、あのフリップがもしかしたら間違ってるかもしれない。カタカナ×受けんだけど、カタカナ×あるかもしれないんだけど、これ大丈夫かな。カタカナ×あったらちょっと編集上で×になってる可能性。そう、編集上でね。じゃあ高橋さん。はい、同じです。ウォシュウォシュです。正解はウォシュウォシュのみです。やった。まあこれはそうだね、分かりやすいですよね、うん、そうだね。ではどんどん難しくなっていきますよ、はい、はい、こちら。何これ、なんだこれ。いや、これむず、何これ。これは分かんないよ、さすがに。何これ。急に読めなくなってるんだって。何これ。え、でも1個浮かんだけどこれかな。いや、1個も浮かばないのよ。え、でもあれってあの漢字使いそうだけどな。ちょっと分かんないっす。なんて読むのこれ。悪魔の実の名前が分かんないんだけど。あ、じゃあダメですね。なんて書けばいい、それは。なんかさ、
ハンデちょうだいよ、ハンデ。ダメですね、それは。なんでだよ。じゃあ、ケイさん。バン、なぎなぎのみ、なぎなぎ。はいはいはい。どうしてそう思いました？で、ただこの静かっていう字に見えただけ。はいはいはい。なんもわかんない。はいはいはい。じゃあ、たかしさん。はい、同じです、なぎなぎ。いや、もうほんとそう、一緒。もう静かに見えた。そう、静かに。いや、まあ、丁寧のねえだから、ねえっぽいから。うん、正解は。なぎなぎのみでございます。合ってんだ。お二人とも正解。合ってんだ。むしろさ、あのなぎっていう漢字使わないで、こっちの難しいのを使うんだね。確かにあるけどね、うん、なんでね、意味違ったりするのかね、中国語だと。あ、では次、はい、こちら。わぁ、なんだこれ。あ、わかった。え、線、え、線、なんだこの字。あれ、この字ある、こんな字ある。できた。線ですね。なんかわかんなくなるね、見てると。これなのか。はい、書いた。じゃあ、高橋さん。はい。え、糸糸？ちょっと違うけど、漢字は。じゃあ、ケイさん。はい、糸糸。正解は、糸糸のみです。おぉ、これすごいですね。線になるの？線になるね。そうなんですよ。糸じゃないんですよ、むしろこれが向こうの糸なのかね。ああ、そうかもしれない。ね、日本だとちょっと違うけど、ね、そんな人いたっけと思ってね。思いますよね。ありそうですね、戦線。ね。依然、ケイさんがリードしております。おいおい、タガシさんはもう絶望の淵に立たされております。そんな別にデスゲームじゃないでしょ、これ別に。命かけてやってない、やってない、やってない。絶望の淵立ってない、別に。では次、はい、こちら。なんだこれ。なんだこれは、わかんないな。なにこれ。なにこれ。これ見たことねえよ、こんな感じは。あ、でもあれか、これかも。来たかも。ちょっとわかんないな。あ、でも、なにこれ。いやいや、急に爆発する。さっきまで違ったじゃん。急に爆発する、そんな。さっきまで違ったじゃんね。いや、はい、書いた。じゃあ、たかしさん。はい。ペロペロの実。ペロペロの実。あの、いや、ペロスペロね。あ、ペロスペロさんね。舌って入ってるから、なんかもうそんだけ。ペロリンがいたわ。ケイさん。はい。ソルソル。あ、マムね。お母さんね。うん、うん、お母さんの方。意味はないです。ない。意味ないことあんの。なんかあの、感覚で書きました。正解は。はい。ペロペロの実です。よいしょ、追いついたぞ。おいおい、やった、絶望の力舞い戻ったぜ。ついに追いついたか。ついに追いついた。いや、本当だよ。はい、では同点。まだまだ、はい、もうちょい行きますよ。行きましょう。では次、こちら。なんだなんだ、いや、なうわ、何これ。もう笑っちゃうんだけど。なにこれ、なにこれ、おもろ。龍龍の実、糸九龍形態。糸九龍形態だ。で、多分この形態がモデルだろうね、きっとね。龍龍の実モデル何々なんだけど、だからこれ当てずっぽうだろ。マジで勘じゃん、こんなん。めちゃくちゃ勘じゃん。糸九龍が何かだよね。糸九龍。いや、知らねえよ、知らねえよ。糸九龍ってなんだよ。知ってんのを書くしかないね、ケイさんは。うん、知ってんのを書くしかないよ。どれなんですかっていうことだよね。そう、どれか。結構いるからな、これ。はい、ではたかしさん。はい。バン、リュウリュウの実、モデル、トリケラトプス、佐々木ですね。トリケラトプスですね。あー、はい、そっちもいたのか。あ、ちょっとね、もうわからない。糸九龍が全くわからん。それもいたね。では、ケイさん。バン、リュウリュウの実、プテラノドン。はいはいはい、プテラノドン、ね、うん、はい、なんかわかんないけどさ、恐竜の中でさ、もう俺が今出てきたのはプテラノドンと、あの、うん、ブラキオサウルス、オオカンバ2人ね、うん、だけ、うん、だけしか出てこなかったから、はいはい、もうそれが知らないから、はいはいはい。プテラノドン翼って入るかなと俺思った。いや、俺も空を飛ぶからね、入ると思ったんだけど、なんかもうそいつだけ唯一地面にいないから、あ、で異なるってことね。そう、うん、もう分かんない、はいはい、正解は、はい、リュウリュウの実モデルアロサウルスでございました。アロサウルス。アロかい、アロかい、ドレイクね。あ、そうだ、そうです、ドレイクさん。そうだ、アロサウルスなんだ。トリケラトプスは三角竜と書きます。あ、もう分かりやす、分かりやす。で、プテラノドンはない歯、翼、竜形態って書きますね。何それ。その中で一番謎のアロサウルスを出してしまったということでございますね。出してしまった。いや、これ本当に今もうプテラノドンだけは来るなってずっと思ってたから。まあ安心ですか。安心、とりひとまず安心。負けたくないよね。もう負けたくない、絶対に。では次、まだ行きましょう。行きましょう。こちら。なんだこれ。ほう、まあ読めるは読めるけどね。鬼魂。
鬼魂ないこれ塊魂と鬼武者ま昨日ちょうど話してたからこれかえ、でもこれしか浮かばないんだけど全然わかんない他にいるか分かんない、これにしとこうはいじゃあ、Kさんはい、バンソルソルうんうんソルソルのみうんうんここでソルソルだわ魂ってところですねそう、魂では、たかしさんはい、同じソルソルそうですそうですうん、もう魂からだな鬼がわからんけど、うん、正解いきますうん正解ホロホロの実でございましたホロ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 なのこれこれがホロホロなんですね、まあ、魂感はまあちょっとあるって感じですかね、うん、はあはあはい、まあ、幽霊の霊とかそっちじゃないんだへえ、うん、ね、そうですね幽とか霊とかじゃないんだね、うんなんで鬼なんだろうね、鬼魂なんですね向こうだとあれが鬼魂なのかな、あ、幽霊って意味です、あ、そうなんだ鬼魂で幽霊鬼魂ね確か鬼魂っていうかも鬼魂は別に読んでるだけ鬼魂っていうもんね確かに鬼魂って言わない言わない俺らが今読んでるだけ鬼魂だから塊魂は何なんだろうねじゃあ向こうではね塊魂は関係ないPS2 の懐かしい名作は関係ないの今漫画ちゃん見てくださいぜひ、ね、漫画ちゃんのやつが上がりますまだ上がってないかもですねまだ上がってないかもじゃあまだ行きましょうかねせっかくあるんで、はい、どちらなんだこれなんだこれや何これこれかもうこれしか浮かばねえのがいや読めなくない俺ももう1文字目で2文字目はもう推測なんて読むのこれじゃあ K さんバンバリバリのみバリアーのやつ ね、うん、バリアーのやつ、はいはい、うわ、なんかそれにも見えてきたな高橋さんはい、まあ、弟弟ねアプーいや、これ引くアプーさんね引くで2個目がなんか笛みたいなよ竹冠ってなんか楽器系をなんか連想してはい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 うん確かに音はあるだな、うん、正解はバネバネの実ですバネバネかいもう当たった感出てたのバネバネかい恥ずかしいな全然違うじゃん今満場一致であ弟かもってなってたでしょ見てる人もそうだったでしょあ弟じゃねえって全員思ってた今そういう空気だったもんなんか K さんも佐藤さんもバネかい何言ってんだろうって思ってましたはずなんなら俺のやつのバリバリの方が近かったねちょっとバがあって弾くがね弾くって意味だからね弾くがあってたよまだ依然同点じゃあちょっとまあ決着つくまで行きましょうよもうあそうだねつけてください、はい、ついた時点で終わりましょうはいこちらなんだよこれ何これ何これ3個あるよしかもそう3個ある何これこれかはいこれ書いてきますでも俺これ来たかもごめんケイさんこれ来たかも俺分かんないもんこれは僕、はい、自信あるじゃあケイ、うん、さんはいバンキロキロの実キロキロの実、うんうん、まあこの最初の文字とかですかうん、なんかわかんないけどキロキロの実ケイさん基本全部それで言ってて悔しいんだからなんで恥ずかしいですよね恥ずかしいんだよ俺こんな頑張って一生懸命てるではたかしさんいやもうこれはもう自信あるバン、うん、ぐるぐるの実ですバッファローねああいつか車のあれでなんか風がビュービュー吹いてくる感じしないなんか車のなんか軸みたいなので、うん風ビュービューみたいなこれ俺もマジ来たよあいつかこれはさすがにさっきより自信あるぐるぐるの実ね今この回答で、うん、勝敗がつきます頼む正解はキロキロの実ですちょっと待っていやちょっと待って台本ある今回台本流れが切れすぎないマジで今の何それ負けですよ本当に消せない消せないこれはやっぱ計算強いな計算強いなんかわかんないけど軽くて風にそよそよよ飛ぶみたいなイメージがあったのなるほどねだからキロキロってもわかんないから書いたんだよ、はいはいでもぐるぐるっぽかったじゃんなんかいや本当でさっきも満場一致だと思って満場一致でぐるぐるだったでしょ全員あぐるぐるかなさすがにと思ったでしょ今のは俺はでも何言ってんだこの人とは思ってた唯一だからこの人だけなのよ唯一この人は何言ってんだと思って好きってということで勝者Kさんですいや消せないな強かったね強いんだよ K さん強いんだよななんかなんで勝てるなんか俺勝てないんだよな K さんにちょっとやっぱバラエティは勘でいった方がいいね
考えるのは感じろだわ。まだね、やっぱ悪魔の実あるんで、まだいける気はするのでね、もう一段ぐらいいけるかもしれないです。好評だったらやりましょう。ちょっとね、目指せ2000グッドぐらいでお願いします。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。展開やばってなった方は、ぜひグッドボタンお願いします。はい、次も見てね、明日も楽しみ、またね。ゲセヌ。だからお願いします。チャンネル登録。